こんにちは。プレイズレポーター十条キリスト教会員の山木隆です。今回は釜石 AG 支援センター主催で12月13日岩手県釜石市と14日大津町で開催されました復興支援クリスマスゴスペルコンサートのレポートです。4オクターブの聖域を生かし聖書と音楽の素晴らしさを伝えているゴスペル歌手アルフィー・サイラスさんをお迎えしてのコンサートでした。一昨年3月11日に東北を襲った東日本大震災直後から青森キリスト教会ジョイフルチャペルと東京都北区の十条キリスト教会カテドルプレイズは毎月復興支援活動を続けてまいりました。そして一昨年8月日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団がこの復興支援活動を継続するため岩手県釜石市に釜石 AG 支援センターを設置するに至りました。毎月数月は岩手県釜石市、毎偶数月は大津市町で上映会とお茶会を開催しております。釜石 AG 支援センターでは現在吉岡恵三氏と5名のハワイ第一アッセンブリー協会のメンバーがボランティアに来てくださっており、12月15日から朝の礼拝がスタートしました。さて復興支援クリスマスゴスペルコンサートですが、13日岩手県釜石市の会場には釜石新聞社の川向井周一編集長が取材に駆けつけてくださり、若崎正光釜石副市長の挨拶から始まり、大型テントで隙間風の入る寒い場所にもかかわらず80名を超える方々が足を運んでくださいました。14日大津市長の会場の大津市役場仮庁舎旧大津市小学校体育館でも74名の方々がアルフィー・サイラスさんのパワフルでハートフルな歌声に魅了され、一人のおばあちゃんは舞台の上に上がって踊り出すハプニングも飛び出し、チラシ、ポスター、釜石新聞、役所のホームページを見て来られた方々は、寒風の吹く寒い日でしたが、心の底から楽しんでおられました。アンケートには、聖書を読んでみたい。一人仮設で過ごすより、このような機会に参加させていただき、ほっとするような気持ちになりました。ぜひ釜石高校に来てほしい。ポスターを見て楽しみにしてきました。とってもとっても素敵なコンサートでした。本当にありがとうございます。次回もあることを夢見ています。楽しく歌って踊って本当にありがとうございました。震災から3度目の冬、避難生活から現在の仮設住宅生活、築6年半の新築が流出、幸い家内と2人、町内会の高齢者を誘導して命は助かりましたが、住宅ローンが残り今も支払い中、早く元のところに戻りたい、教会へ行ってみたい、牧師さんのお話を聞きたい、元気をもらって帰ることができ、また明日からの仕事に頑張ろうと思います。ありがとうございました。多くの方々が感動的なコンサートに感謝しておられました。釜石市の日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団、釜石 AG 支援センターと日本キリスト教団、新生釜石教会及び大津市長の日本チャーチ・オブ・ゴッド教団、地域支援センター、大津市ジョイフルハウスで礼拝を守る方々が起こされていることは大変喜ばしく、主に栄光をお返しします。引き続き、イエス様の愛による心と体の癒しがなされますようにお祈りください。以上、山木隆がレポートいたしました。